市中央区はバラと芸術の街、魅力的なバラの名所や芸術文化の発信地があるんです。今日は彩の国埼玉芸術劇場に彼とお出かけ。いけない、遅刻しそうだ。遅いなあ。あちゃん遅刻だ。怒ってるだろうな。あ、来た来た。ごめんなさい。ストップ。あ、ソーシャルディスタンス。遅れてごめんなさい。全然平気。ところであれ何？あれは中央区の花バラと彩の国埼玉芸術劇場をデザイン化したバナーなの。この街が訪れる人を出迎えてくれる感じでしょ。 JR 与野本町駅から彩の国埼玉芸術劇場までの道はアートストリートエリアといって、芸術の街中央区を象徴する空間になってるの。ねえ足元を見て。ん？これは？夜になると明かりがついて、劇作家シェイクスピアの名台詞が歩道に浮かび上がるの。私たちにぴったりの台詞が見つかるかもね。これは彩の国埼玉芸術劇場で芸術監督を務めていた稲川幸雄さんや、彩の国シェイクスピアシリーズに出演した俳優さんたちの手形レリーフだよ。全部で31期もあるんだって。でもさっきから説明ばかりさせて。ごめんごめん。ねえ、私のことどれぐらい好き？え、うん、うん。よかった、間に合ったね。反撃は久しぶりだね。ほんと久しぶりだよね。私もずっと来たかったんだ。また来ようね。これから毎月来ようよ。君と一緒なら毎日だって来たい僕さ。中央区アートストリートエリアにぜひお越しください。